高木みほ、1994年5月22日生まれ、出身地、北海道。身長164センチ。血液型、大型。高木美ほさんは日本のスピードスケート選手です。姉妹よりもライバル、スピードスケートの高木奈々と高木美ほの姉妹は、北京オリンピックの女子団体追い抜きで、2大会連続のメダルを獲得。 惜しくも連覇を逃し、転倒した姉を高木美穂さんは思いやりました。プライベートの二人は仲がいいものの、リンク内では同種目を争うライバル同士。仲いいですよ、悪くなくてよかったです。美穂さんは笑いました。競技生活では同じ種目で代表を争う二人。これで私生活までバチバチだったら大変だった。オフの日は二人でカフェに行くこともあり、世間話をする。 中学時代からトップレベルで活躍した妹の日本代表ユニフォームを姉の奈々さんが高校時代燃やしてやろうと思ったというのは有名なエピソードより親密になったのは共に地元を離れてから高校時代の思春期を終えた頃からだと思いますよ深い話をするようになったのはカフェでは普通にいろんな話をしていますと振り返りました東京五輪では姉妹がメダルを獲得し他の選手の 兄弟愛もクローズアップされることに。しかし、東京五輪を見ていて、私たち姉妹は違う、とも感じていたそう。大会序盤、中国メディアに姉妹の関係を聞かれ、その質問は大会中は答えたくない、と言い返したななさん。強烈な個性同士、これが団体追い抜きになれば強固なチームワークとなる。